はい、今日もかわいい筆文字を書いていきたいと思うんですが今日はですね演奏っていうのを書きながら、えー、正月前なのでまだ年賀状をかけてない人もいるかなと思って金河新年って書こうと思うんですが、まあ、デザインが入った感じなんですね演奏が入ったっていうことはなので、えー、それをやっていきたいと思います、まあ、こういう文字いいなって方チャンネル登録と高評価お願いしますまたあのオンラインの講座もやってますので ポチッと今押すところが出たと思いますからお願いしますじゃあ書いていきたいと思いますまず演奏っていうのはどういうものかっていうとですねこういう円ですねこれ、あのー、練習してみてください、あのーまあ、簡単に書くにはですね結構こうギュッと押すと筆先が割れます筆先が割れるとこうして こになりりまますすよねわざと割りますでこれあのー、わざと割るにはですねこれ回す時に一緒に回すとこうして割れやすいですねですのでそれを使いながらくるっと円を描きますでこの円を描いて中に金河新年って書くんですが今黒ですけども本番はですねこういうあのー、ラメの入った ンンテルの筆ペンがありますこれ新しく出たペンなんですがこれで演奏を書いてで、えー、今は中字を使ってますが実際に書くときには細極細を使いたいと思います。でここにどう,、まあ、どう書くかっていうとここに金が新年って書いていくんですが。 で,できるだけこの中にですねいっぱいいっぱい描いていきますこんな感じですねどうでしょうかでこれを今黒ですが、まあ、あの赤色のラメのやつで描くともっといい雰囲気になるんじゃないかと思うのと、まあ、赤とどうしましょう せっかくなんでゴールドみたいなのもの使ってみましょうかこの2つを1回書いてみたいと思いますねでいい方を、えー、最後にはがきの上に書きたいと思います大体それでね大きさとかもかん分かると思いますのでちょっと割れすぎました、ね、ここに 極細で金河新年って書いていきますね。 ででくとこんな感じです、えー、せっかくなんでほっぺたを描きたいと思うんですがこんな感じですね一回これゴールドでも描いてみましょうかこのあのラメのペンね結構いろんな種類あるんですよまだ全部で123456のあと2本あるんで8本ありますね って見えてますかねラメ入ってるの分かりますここに金河新年書いていきます こんな感じどっちがいいですかね赤と金色赤と金色赤でいきますか赤でいきますこれを、えー、はがきの上に書こうと思うんですがはがきが白なのでちょっと後ろに黒色をのせますね では,がですはがきですね。で、えー、この上半分ぐらいはがき交渉ありますので、この上半分ぐらいでバーンと大きなデザインにしていこうかなと思います。では、赤を使いますね。 ちょっとかすれが悪いんでもう一回書きますねここに書いていきます金河新年ですね 金河新年きましたあとここにほっぺたを塗って終了ですこれやったらねあのそんな難しくないのですぐ書けると思いますからまあ地の特徴としてはこのラメ見えますかねこうなラメになってるんですよ見えるかなラメ見えないかな、まあ ピカピカしてます。ラメになってますね。はい。こんなやったらねあの、誰でも書けると思いますので、一回チャレンジしてもらえたらと思います。こういう筆文字いいなって方、あ、じゃないな、こういう文字でですね、書いてほしいなっていう文章とか言葉がありましたら、コメント欄にお願いします。そのコメントを見て、僕の方が動画を上げますので、それをまた真似してね、書いてもらえたらと思うので、よろしくお願いします。またあの、こういう文字書きたいっていう人、オンラインの筆文字の講座もやってますので、えー、ちょうど概要欄のところ、 タイトルの下のところにブログのページが貼り付けています。そこをクリックしてください。えー、受けた人たちの字も見れますし、そこから申し込みもできますので、ぜひとも、あのー、こういう字書きたいなって方はオンラインの筆文字を受けてみてください。よく言われる、センスがないから書けないとか、字が下手だから書けないってよく言われますが、センスでは書きません。みんな書けるようになります。また、字が下手でも十分大丈夫です。大丈夫です。字が下手な方がいいかもしれないです。書きたいなって方は、ぜひとも受けてみてください。最後に、 こういう文字好きだなともっと他のも見たいなって方はですね、えー、たくさんいろんな動画を上げてます筆文字の見てもらいたいのでチャンネル登録と高評価お願いしたいなと思いますちょうど今他の動画の紹介が上がってると思いますそこに丸いボタンがあると思いますがそこからチャンネルの登録できますのでぜひともチャンネル登録よろしくお願いします高評価もお願いしますはいじゃあ以上になりますありがとうございます